返事がない。ただの屍のようだ。え、なんかいっぱい。てか、スカルダン超いるんですけど。お？なんか急激に全く別の場所に来たような感覚に。わあ、スカルダンの皆さんいっぱいいるよ。本当にスカルダンにお仕事頼んだんだ。最悪やね。すごいショック。だけど考えるのは後だよね。あゆな、スカルダンやっつけるよ。結構な数いますな。リリエは ルアミールさんのとこ？確かビッケさんいてたろね。こいつらはもう倒された後。返事がない。ただの屍のようだ。誰かが悲しむことはやったらダメなんだよ。なんだてめえ、この野郎。まあそうなりますよね。なんか落ちたりしてないかな。なんかこういうとこさ、お、なんかいろいろいけるぞ。ほら、明らかなんか落ちとるよね。なんでも直しを見つけた。ちょっとみんなが戦っている間に、いろいろと探索をさせてもらうけど、ね、ストーリー始まったら池になるかもしれんし。こっち側にもきっと何かあるでしょう。多分向こうと対象になっとんじゃないかな。きっとこの上に。お、不思議な生き物がジガルデキューブに吸い込まれた。よいしょ、オッケー。あれってかさ、なんかどこかしらで、前にジガルデキューブがさ、何 10%、15%? になって、連絡が入ったよね。どこどこに来てくださいみたいな。あれ言ってなくない？ボスの手を煩わせないよう、俺がボコボコにしてやるぜ。あれ、いかんといかんよね。てか、今までになんかいろいろと見落としがありそうな気がして。だって街の人とほとんど話しないとことかもあるしさ。ねえ、また回っていかんといかんね。お、ゴルバット。さあ、来いよ。一系月光が。ここは月光がじゃなく、月光がでいっか。あ、神通力でいけるやん。月光が、神通力。美味しいぞ、効果抜群だ。これは飛行じゃなくって、悪タイプに効き寄るってことかな。負けたのは俺じゃねえ。ポケモンだろ？な、そうだよな。てかあれよね、一個のタイプだけやったらあれやのにさ、二つタイプがあることによって、なんか、弱点が増えた感じよね。ボスにお仕置きされちまう。俺じゃなくてポケモンをお仕置きしてほしいよな。な。いやいや、ポケモンは君の命令で動いてただけだからね。スカルダンを援助してくれるスポンサー様のため、やるぜ。てかあれよね、なんか昔に比べてさ、この、ピコーンって相手のトレーナーに気づかれても近寄ってこんねやね。その場で。今更やけど。ちょっと今すごい思ったんよね。お、来たよ、ブサイクラッタ。一系月光が。さあ、来いよ、来いよ。とりあえずじゃあ、Z 技でいこうか。スーパーアクアトルネードで。おいし、行くよ。月光が Z パワーを体にまとった。そして解き放つ全力の Z 技。スーパーアクアトルネード。いけー。はい、一発。ごめんね、せっかく出てきたのに。もらったマネーが俺たちの強さらしい。1184円。大して強くないんだな。マネーくれればどんな真似だってするよ。そうだな。破壊光線を食らうとか？死ぬんじゃね、それ。お、背後からに気づいたね。よーよーよー。随分強いじゃねえか。どうぞお通りください。勝てない勝負はしないんで。マジで？何君、ずるくね。強くなってない。孤独と戦ってきた日々、まるで無駄だったというのか。孤独じゃあね、仲間がいないと仲間が。てか何、やられたの？
ぶっ壊してもぶっ壊しても手を緩めなくて嫌われる。グズマ様がここにいるぜ。そこのお坊ちゃんは俺様が壊してやってよ。家を飛び出し、強くなりたいってスカルダに来たりしてよ。それなりに気に入ってたがよ。生みの親に逆らうなんて、親不幸にも程がある。次はお前よ。お前が煙たいのは振り払ってまとわりつくからだ。火元から消さねえとな。やられんよ、私は。さあ、来いよ。ポケモンは変わってないの？あー、4匹も持っとんか。めんどくせえな。来たよ、愚足武者。いやー、気持ち悪い。いやー、気持ち悪い。でもあれじゃない？ツバメ返しでいけるよね。さあ、来い。出会い頭ってさっきから合ってるよ。月光がツバメ返し。あー、なんてこと。しかも逃げた。お、アメモース。てか、グズマ座ってんなよ、おい。アメモースはあれじゃない？あ、ツバメ返しでいけるんか。あ、なるほどね。虫タイプか。月光がツバメ返し。くそ、なんか微妙に残りやがる。あー、月光が。効果抜群、マジで？ピカチュウ行くよ。相手が弱ってる。チャンスだ、ピカチュウ。ワイルドボルト。イエーイ、効果は抜群だ。にしてはなんかすごい、ちょっとずつちょっとずつ減りよったけど。ヤトウムリはレベル45に上がった。もヤトウムリは新しくベノムトラップを覚えたい。ベノムトラップね。特殊な毒液を浴びせかける。毒状態の相手は攻撃、特攻、素早さが下がる。ベノムショックは？毒状態の相手には威力が2倍に、威力65。あ、でもこっちの方が攻撃技になっとるけんさ、こっちいらんくね？ほら、こっちは、うん、いいよ、覚えるの諦めよう。くそ、また愚足武者が。じゃあね、ヤトウモリで行くよ。さあ来いよ。いっけ、ヤトウモリ。愚足武者、虫ポケモンやろ？ってことは炎でいけるやろ。いけねえ。いけねえ。まあいいや、ヤトウモリ、火炎放射。まあきっとやっつけれるだろうから。はい、オッケー。せっかく危機回避したのに。回復してなかったら意味ないよね。お、アリアドス、このままでいいです。今更ながらグズマは虫ポケモンが好きなのね。さあ行くよ。あ、そうよ、炎のZ技を使いたいに。なんてこと。炎のZ技を使う機会はもうないかもしれない。お、カイロス。カイロスか、そのままでいいよ。カイロスも虫系やろ？なんか、微妙に色が違う？ねえ、なんか、色薄くない？あんなもん？おーし、じゃあ、ヤトウモリにいい傷薬を。でもなんか一発でやられそうな予感が。しなくもないんですけど、大丈夫？ほら、あれで効果今一つとか。おし、もう行くよ。おし、使える使える。さあ行くよ。燃え上がる炎を表現してみました。ヤトウモリはジェットパワーを体にまとった。そして解き放つ全力のジェット技、ダイナミックフルフレーム。かっけえ、すべてを燃え尽くすわ。燃え尽くす、燃やし尽くすわ。そして効果抜群。スカルダンボスのグズマとの勝負に勝った。
なんなんだよ、お前。どうしてぶっ壊せない？いや、辛いからね、私。クラジオ大丈夫よ、やっつけたけん。グズマ、何やってるんだ。まあそんな自分を責めなさんなって。しょうがねえ。通りな。ねえ。やった、グズマに勝ったろ。ブザミネさんのところへゴー。お前をぶっ壊すには、俺様をぶっ壊すほど追い詰め、自分自身を強くしねえとな。なんで多分こっちの方とかなんか落ちとんじゃないかなーって思ったんやけど、落ちてねえな。ん？この中入れる？入れんわ。柵があった。じゃあきっとこっち側には何かしら。ん？ここ通れたりとか、せんね。この周りにもきっと何かが落ちとると踏んだのに。ちょっと一旦ビッケさんのところに戻るね、私。ああ、リリエを、コスモクを頼む。俺も追いかけるから。兄弟なんじゃないかなってちょっと予想しとんやけどさ、私。さあ、とりあえず、ハウはいつまでかかってんの、そいつ相手に。ビッケさん、ビッケ、違った。ザオボーだわ。ビッケさん、ビッケさん、回復して。してくれない。こっちの人がしてくれるんかな？あの、回復を、ポケモンを元気にします。ありがとう。ちゃんと元気にはしてくれるんよね。ポケモンは元気ですね。はい、元気です。じゃあこれでルザミーネのところへ行こうか。ハウ大丈夫？やられてない？ずっと口言い合いしよんかな。そうじゃないよね、別に。さあ来たよ、ルザミーネさん。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。